マルティン・ズーターは、スイスの小説家、脚本家、コラムニスト、男性、チューリッヒ生まれ。小説家としては、主に記憶や人間心理などをテーマに、した心理サスペンス小説を執筆しており、ドイツ語圏の主要ミステリ賞である、ドイツミステリ大賞とフリードリヒ・グラウザー賞を受賞している。コピーライターを務めながら、映画やテレビドラマの脚本家として活動。また、 1991年からコラムニストとしても活動し、1992年から週刊誌に連載したコラムビジネスクラスで人気を博した。1997年、長編心理サスペンス小説、縮みゆく記憶で小説家デビュー。この作品は中立襲名予賞を受賞したほか、フランスでも文学賞を受賞している。2002年に発表した、 長編第3作、プリオンの迷宮は2003年度のドイツミステリ大賞でドイツ語作品部門第2位の栄誉に輝いた。2006年発表の長編第5作でアトーファルフォン、マイランドはフリードリヒグラウザー賞を受賞しており、その英訳版エディール・ウィズ・ザ・デビルは2008年に英国推理作家協会のインターナショナルダガー賞にノミネートされた。縮みゆく記憶。 プリオンの迷宮、絵画鑑定家及び2004年発表の、リラ、リラは映画化されている。ありがとうございます。